皆様こんにちは木村佳子です。 今日は、二千二十四年一月十五日月曜日ですね。ただ、いまの収録時刻は、ですね、当日の午前を少し過ぎたところ、お昼ですね。今日は、これから丹波笹山に向かいまして、明日公演をいたしますので、ちょっと早取りしております。え今日のテーマは、ですね、えー、待機資金十五兆円、呼び込み相場対処法。と題しまして、お送りいたします、まああの。繰り返されるね、相場の波。えー 山を目指してどこかでね微笑みと共に去ってまた始まるというねで私は投資家というのはどういう人を成功者というかという中にもちろんねその少ない資金を大きく増やすあるいは配当リッチになって株をやってよかったなと思うこれもね成功者の姿だと思いますけど新しい相場の時にいつもこの投資資金を切らさないで んとと投資してていいけるる人だという,ふうに思ってるんですねで相場はどこかで終わるんですけどもその終わり終わるところがわからないんでみんな下げ相場に突っ込んでいって資産をなくしてあもう一回もう一回という、ね、ことになってしまうんですよね。なのでこの今の上昇相場これまだねあの賞味期限はねまだまだ先だと思いますけどねだけどこの相場の本質をよくつかんで そして対処していくっていうことがねまあある程度の経験者には大事なことかと思いますえ今日はそんな内容でお送りいたしますえそしてねまああのコメントいただいた銘柄をこの ご回答するのにちょっと時間がかかっているので今日は東京エレクトロンについてエレクトロンデバイスについて最後に一つ、まあ、こんなふうに思いますということをお話ししそして今日の銘柄は一つ二つにしてありますのでまたね水曜日そして金曜日に追加の銘柄もご案内していきたいと思っておりますそれでは今日もよろししくおお付き合いいいのほどお願いいたします。 今日もですね、日経平均株価、強いですね、2024年の1月15日月曜日のですね、まあ、時刻はね、ちょっとこの11時5分ということで、まだ全場引ける直前ぐらいの、ね、状況なんですけども、まあ、こんな状況ですね。で、ローソク足の状況から言いますと、 今これ月足なんですけども、まあ、1ヶ月この1月の段階で今15日ですからちょうど半分消化している状況ですよね。で突、えー、始め、まあ、大北海から15日までの月足まだ全部描ききれてない状況ですので仮に1月のです、ね、31日にあまり大した状況じゃなければこの高値というのはヒゲになる可能性ありますけどね。 でも、現状はこの陽線が立っている状況です。月の半分消化して、えー、このね、陽線がドーンと立っている感じですよね。で、えー、まあ、テクニカルロウソク足の分析ってね。まあ、あの、あくまでもアノマリーですから、その勢いをね、知る手がかりの一つとしてですね、活用する。 とということで将来を約束するものではないんですけどもまあこんな風になりやすいという展開で言いますとまあもう少しあの伸びていく可能性は十分あるなというふうに思いますただし1月の12日の,あの S q ですね通常の月次のオプション先物の,の状況を思い出してみますとちょっと人為的なね動きもなきにしもあらずですよね。 ファーストリテイリングの前日の発表の決算がよく、ファーストリテイリングというと、えー、先物ですとかオプションに影響を与えうる日経平均寄与率の高い銘柄ですので、まあ、いきなり吊り上げられたような格好で株価が上がったわけですね。でこの動きは2月も続くと思い,思いますけれども、ということは3月、その第2金曜日、えー、メジャー SQ ですね。ここを まあ、一つの着地点として、えー、月半ば3月の月半ばっていうのはちょっとおとなしくなるのかなというふうに思いますねで。そこでこの間の配当取りに悩まないようにしたいので、まあ、このね上昇相場に上手に乗っていき元金がある程度増えたらですねこの3月の中ぐらいにあればというね、えー、期待的な意味も込めてあれば、まあ、そこをまた買い直してもいいなという段取りでですね、まああ できるだけ資産を増やしてそしてまだ上昇が見込めるぞというところをですね、まあ、上手に、ね、売り上がっていき元金が増えたら3月の半ばにまた配当取りの銘柄を買い直すというね作戦を練っているところなんですけども皆さんはどうされますか、えー、さてですねこの冷やしに直してみますと、まあ、このような状況となっているんですね、えー、非常に上げ方が急ピッチですよね。 そここででですす。ね、このニュースです、まあ、あの年季が入っている投資家さんはね、あのニヤニヤされてると思いますけどね、まあ、こんなあの上昇相場っていうのは、もう素人投資家を釣るのにも格好のシチュエーションなんですよね。で、私もかつてそうだったと思います、もう20代の時にね、上昇相場が始まった時に、もうイケイケどんどんで、バンバンもうあの突進していくっていう投資スタイルでした。 で、今にして振り返ってみますとあああの時つられたなと思います <laughs>、えー。というのはですね、まあ、上昇相場が続いている時っていうのは怖いもの知らずな人ほどですね、まああのー、どんどん買っていけるので、まあ、お金びっくりの人はね様子見てるし、まあ、今の私の状況ですともう経験者ですから、まあ、こういう相場っていうのはね、えー、そのうち最後はお祭りにバーッと人が増えてきて。 そして最終的にはですねもうお祭りのあとのようなたこ焼きのこの船の殻がのあちこちに散らばってるとかですねそしてゴミ、そして,、えーそしてえー、まあ誰かのね、あのー、忘れ物とかいろいろ散乱したような状況となってやがてはお祭りは終わるわけなんですよね。 でもそのお祭りが何年ぐらい続くか何ヶ月間ぐらい続くかっていうのはやっぱりそれはそれなりに様子を見てないといけないわけですで今回はこのニュースを見ていただきますと昨年の7月の段階でですね個人投資家のこの待機資金が15兆円と言われたわけですよねで15兆円っていうとまあすごい金額なんですよ日経平均株価を、まあ、5000円ぐらい押し上げるぐらいの勢いで え待機してるわけですねということは今、えー、3万5,000円台ですから5,000円こう押し上げていくとなりますと、まあ、4万円コースというのもね、まあ、ありえると思いますけどねだけど、まあ、こういう上昇相場っていうのはもう本当に初心者を釣るための格好のシチュエーションなんですよ。おお芝居お好きな方だったら分かると思いますけど バーっとですねこうもう引きの強い、ね、芸能人の人が、まあ、俳優さんとかがバーッと出てきてですねガッと掴まれるところなんですよね。なので、まあ、経験者の方はニヤニヤされながら今の上司を見てると思うんですけども初心者の時はですねそれいけーっていう感じになっちゃうんですよね。な,なので、まあ、経験者の方も初心者の方も相場につ、ね、られないようにつ、まあ、る側にはなかなかなれませんけどねうまく引き 時を見極めなないいととダメだううふうに思いますえすそれではですね昨年の7月の時に15兆円待機していた個人投資家のお金はその後ねどうなったんでしょうね一応ねその昨年の7月と言いますと日経平均株価の値は3万2000円どころから3万3000円ぐらいの状況ですよね、まあ、ここに千円乗っけますすとですね。 たい、まあえー、3万7000円という、ね、数字も見えてくるということで、まあ、の株式市場で、ね、私が今まで経験した中で、まあ、気をつけた方がいいなと思うことはです、ね、例えば、ね、自分で勝手に決めてしまうことですよね4万円相場ってったら4万円になってから売ろうとか、ねまあ、そういうふうに切りのいい数字を求めてしまうんですけども今までの経験で言うとこの あともうちょっとっていうところでね、あの反落したりすることが多かったですね。なので、切、ま、り、あの悪い、ああ、もうちょっとっていうところがね、まあ、一応の退却時と思います。で、えー、退却する、その本当に退却しなければいけない大きな下げ相場の入り口にはまだ立ってないと思いますので、まあ、ちょっとね、押したり引いたり、押したり引いたりっていうのは、年の後半にね、あると思うんですよね。 まだあのこの1月相場2月相場はあの強気でいいと思いますけどねあんまりね例えば4万円になったら売るとかねそれから自分自身でもあの資産がね例えば1億円になったらやめるとかねそういう切りのいい数字を個人は求めるんですけども、まあ、そこがちょっとね自分にとって都合のいい数字とその相場にとって頃合いのいい数字っていうのは違うってことを覚えておかないと自分の,あの気持ちだけで突っ走ると。 株式市場にはもう何千何万人も何千万人もの人がですねうごめいている欲望の留守母ですから、まあ、自分の思いっていうのはなかなかね、あのー、通じないと思っておかないといけないですよね多国籍軍との戦いですからねもういろんな考えの方がいるしまた、あのー、ソフトウェアをね駆使してあのデリバティブやってる方もいるし自分の考えで突き進むと。 もう海は広いよ、どこまでもということなのでまあね波が高くなってくるとこうちょっと自分自身のこの判断力では溺れてしまうと思えば、ですね波がまだあの対処ができるうちに引いておくとか、まあ、ゴルフでいうと、まあ、3時半から4時ぐらいには退却しておかないとお風呂入ったりご飯食べたりするとですねその後くたびれちゃいますよね。なので まあその自分で運転して、えー、この,あのハイウェイで居眠りしない程度の疲れ方がいいわけですよね。まあ、そういう頃合いを見極められたらまあまあ上級者の部類に入るんじゃないかなと思います。だけどね結果がついてこないとダメですよね上級者であってお金を減らしているようでは上級者と言えないと思いますので、まあ、うまくやりましょう。まあ、現役時代にですね、えー、大変な額の報酬をもらっていた方たちは。 今まあ現役を引退してもですね月額にして年金まあ50万とかね40万とかもらってるようなあの年金リッ地の方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。一頃の,ねその新聞社などもそしてテレビ局なども,もう今はねちょっと違うと思いますけども,ものすごい報酬だったわけですよね。生命保険会社ですとか銀行ですとかねそれこそ今の若い方からするとえーっていうね 今の、まあ、20代30代の方のおじいさん世代ですかね、まあ、そんな方の年金額は40万50万当たり前の世界なんですけども、まあ、退職金も1億円とかね、まあ、そんなような方たちもたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういった方たちも、まあ、この折からのインフレでですね、まあ、ちょっとやっぱりリスク取っとかないとリスク資産の方にお金を移しとかないとそもそも 年金生活であったとしてもちょっとねリスクを資産を増やそうかなというねスイッチが入ってるかなと思うんですよね。で若い方などはやっぱり新任差チャンスに思ってる方も多いと思うのでまあ、この手ぐすね引いて待ち構えてるグループの中にはそれは証券業界もねあの、うん、よしよし。 この新入社でもって個人資産のお手伝いするぞ増やすのをお手伝いするぞというハチマキモードの方も多いと思うんですよねじゃあ証券会社の株はどうなのかということで、ね、先ほどニュースを見ていただきましたようにもうそのほっといても口座がバンバン増えているというウハウハの証券会社も多いということですねじゃあこの配当利回り的に今後配当が増配させられそうな 状況かなということを期待してですね、まあ、証券会社の配当利回りを見てみますと、まあ、1位が丸三証券さん松井さんそして一吉さん東海東京証券さん水戸さんそしてこの極東証券さんなどが続くわけですけども、まあ、買いやすい価格帯で探しますと、まあ、野村証券さんのように。 野村ーホールディングスですね 2.77%721 円今日の全場引けの状況でこんな値なんですよね、まあ、増配する余地は十分あろうかと思います口座がね新入社でもって増えるということで業界は沸き立っていると思いますので、まあ、証券会社の株で将来の増配を期待するというような選択肢であれば、まあ、野村証券などもね十分ね射程圏に入るた投資対象では ないかなと思いますじゃあチャートをちょっと見てみたいと思いますまあ、現在のですね発表ベースでの このね配当ですと22円から17円ということでですね。まあ,あまり期待ができないような数字なんですけども、もまあ、株っていうのは未来軸ですからね。これから新人差でどんどん証券口座が増えるのであれば、まあね。証券業界も注目値する業界ではないかなと思います。まあ、現状ちょっとね。チャートを見ますと、話題先行であのこの急騰して言いますので。 まあ、ももうううちょっとと一服してからでもね、全然遅くなないいい足取りだなというふうに思います、まあ。チャートの高値をつかんでしまいますと売る時に苦労しますのでね、まあ、ご自身が出口戦略としていくらでこの株を売りたいのかという想定値段をイメージしてみてそこから逆算して、えー、買えば儲かりそうな値段まで、ねえー、引きつけて買うという、ね、姿勢がいいと思います。 えさて、コメントをいただきましてからね、ちょっと日が経ってしまって、申し訳なかったなと思います。えー、東京エレクトロンデバイス、どう思いますか？多分、お持ちの方だと思うんですけどね。まあ、一対三の分割で株数も増えたし、えー、まあ、チャートもね。このようなもううなぎ上りの状況。なので、えー、どこかで降りようかなと思ってらっしゃるのかな。と推察するんですけども、まあ、何回か分割は消化するのかなと思いきや、なかなか下がらないのでね。まあ、も。 と思っておくべきなのかあるいは 時々現金にした方がいいのか悩ましいところですよね、まあ、1対3の分割で株数がどんどん増えていると思いますし、まあ、その前にもね分割をしてますので、まあ、相当、ね、資産株になっているかと思いますけどね、まあ、今どんな製品にも半導体が使われているということを考えますと伸びしろはまだあると思うんですけどもね、まあ、どこで降りるかはまあその方の相場感になると思いますで、えー、例えば、ね、業績がちょっととかねそれからこの会社もう伸び悩んじゃってという時はですね まああの前の高値をなかなか上回れないとかねそして、えーま、何回か戻そうとするんだけどこうドーム天井型になって落ちていくっていうケースもあるので、まあ、私は自分の銘柄をもう売り判断する時はもうチャートの格好が明らかに下げトレンドというか休憩モードに入ってきたなという時にはね一旦手放すことにしてますけどまだまだなんかねちょっと。 思わせぶりな、この後もね続きそうな感じがしますのでまあ私だったら持っとくかなと思うんですけどまあね持ってるだけで株持ちになって金持ちになれなかったらそれもちょっと尺だしなとか思ったりしてまあ増えた分だけ1つぐらいは売るかもしれないですね。というところで、えー、相場感いかがでしょうか持っときますかそれともちょっと一部分だけ元気にしますか、まあ、悩ましいですよねまあ贅沢な悩みかなと思います。 えー、ここからは雑談タイムとさせていただきます。 えーまあ、年齢によってですね投資で取れるリスクって違ってきますよね若い方だったら、まあ、失敗も経験のうち本を一冊読むよりも自分でやってみてあこれうまくいかないとなったらそれは知識となって経験値となって生かすことができますよねである程度年齢が高くなってくると、まあんまり大きな失敗をすると立ち直れないということもありますので、まあ、リスクをなるべく取らないように安全第一でいくっていうのもね、えー、この知恵だと思います。そしてね自分の身近な 高齢者、例えば3歳年上5歳年上の人を、まあ、見つけてですねその人があ失敗したというようなことをよくね、えー、聞かせてもらって自分のね、えー、多山の石とするっていう習慣を持つといいなと思いました。というのはね私の知り合いで手帳を、ね、見る癖を ちょっと忘れてしまって介護をすっぽかすことが多くなったという方がいたんですねだから手帳は頻繁に見た方がいいよとおっしゃってましたそして、えー、身分証明書をご提示くださいと郵便局などの窓口で言われてですね「俺のことこの界隈で知らないやついないよ大丈夫だよ」なんて言ってる方がいたんですけどもあるあるではないでしょうかまあ自分のことをみんな知っててくれてるからその身分証なんていらないだろうちゃんと対応してくれよって言いたかったんだ とろうと思うんですけども、まあ、あるあるだなと思って、まあ、自戒しなければいけないなと世の中のルールから、ね、逸脱してはいけないなと思いましたそれからですね、まあ、あの私はあのおさん亡くなったおめさんから「よしこさんわらび餅好きでしょ」とか言ってねわらび餅のお土産をいただくことが多かったんですけど私こんなおっきな体なのに一、まあ、パックしかいただけない状 <laughs> 態。 今日ですねお母さん、私のこと子供だと思ってるのかなと思って不思議だったんですけども、まあ、それはですね私もやってしまいました大きなもう体の大きな食いしん坊の足とにですに、ね、プチシュークリーム5つをですねちっちゃいんですよ、それをあげてしまいました。 いや、後で考えて恥ずかしかったですね。もっと大きなものをドーンとあげれば良かったのにと思いましたけどね。なんかそういうね。ちょっとこう思い違いをしてしまうんですよね。自分が一口しか食べないから、相手も一口しか食べないだろうって思ってしまう。これもある。あるだなと思いました。まあ、3つ4つ年上の人をこう。身近にね。見ておいてあ、この人のしてること。私もやがてはするんだなと思っていれば、あのあんまり、えー、変なこともしないかなと思って。今。身近 かな3つ4つ年上の人をよく観察しております皆さんもなんかあるあるがあったらまたコメント欄に教えてくださいねそれでは水曜日またお目にかかりたいと思います今日は銘柄ね、えー、2つ3つしか申し上げてないですけどまた研究してお届けいたしますそれでは良い一日をお過ごしくださいまた水曜日皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですね コメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですねチャンネル登録を頂きますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります